ソラくんとめぐる楽器の秘密。みなさん、こんにちは。楽器探検隊のソラです。今日はどんな楽器と出会えるのかな、楽しみだな。なんだか大きい荷物を持った人が出てきたけど、なんだ？うわ、なんだろう？この大きな楽器、初めて見たぞ。すっごい低い音だな。いろいろ質問してみよう。こんにちは、楽器探検隊のソラです。こんにちは、私は石丸雅恵と言います。とっても大きいですね。なんていう楽器なんですか？これはチューバという楽器です。金ピカですごく重そうですね。そうです。ではここで問題。このチューバ、だいたいどのぐらいの重さがあると思いますか？1番3キロ、2番5キロ、3番10キロ。どうかな。見た目は重そうだけど持ち上げてるしな。5キロ。正解は3番の10キロでした。結構ずっしりしてて、お米の袋と同じくらいあります。なので座って演奏することの方が多いです。ちなみにこの楽器を全部まっすぐ伸ばすと何メートルぐらいあると思いますか？そうだな、3メートルくらいかな。楽器の種類にもよりますが、長いものでは10メートルぐらいもあります。大人の人の身長だと縦に6人分ぐらいかな。ところで、このチューバはどんな音がするんですか？では、1曲演奏してみたいと思います。どうでしたか？どんな風に聞こえましたか？先ほどお話ししたように、チューバはすごく重くて管も太くて長いので、太くてしっかりした低い音が出ます。管楽器の中では一番低い音を担当するパートとして、みんなを支える縁の下の力持ちです。大事な役目ですね。もっともっと教えて。どうやって音を出しているんですか？チューバのような金管楽器は、このマウスピースというものを通して息を送ることで楽器を演奏します。で、これだけ大きな楽器なので、音が出始めるのに少し時間がかかります。なので、他の楽器よりも少しだけ早めに演奏するように心がけています。ということは、ゆったりした音しか吹けないんですか？
そんなことないですよ。ちゃんと練習したら軽やかに演奏することもできるようになります。では次はチューバの豊かな音の響きを生かした美しいメロディーの曲を演奏しますね。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。